で、はい、あのもう藤原選手は強いの一言ですね。あで、その辺の思いのだけ、はい、じゃあコールの後を教えてください。はい、本日の第3試合バンタム級シングルマッチを行います。青コーナー132パウンド杉田一郎、おなじみ小さな体か杉田一郎です。青コーナー132パウンドゼスト初代バンタム級王者藤原圭介。バンタム級チャンピオンの藤原圭介です。ゼストの5番。さあ試合が始まります。さあ清水さん、そうですよね、はい、藤原選手とやってらっしゃるんですよね。はい、どういう印象強くあの残しました。やっぱりそうですね、あの振ってくるスパンチを振ってくるんですけどなぜか当たるっていう、怖かったですね。もうそれはやっぱり打撃のうまさなんでしょうかね、相手は。はい、もう殺しに来るっていうのがもうよく分かりましたね、やってて。パワーっていうのは感じました。はい、圧力ももう全てにおいても追い詰められて逃げるしかなかったです。あ、そんな感じだったんですか。はい、おっとっと、これはあの中村さん、やっぱり、はい、こういう打撃戦にこの後も展開していくんでしょうかね。そうですね、あとはプラス藤原選手その構えを推移するっていうのがあるので、そういうスタイルの選手に対して杉田選手がどう打撃を組み立てるのかっていうのが一つキーポイントになるんじゃないですかね。まあ、今こうサウスポーになった時にすぐ右のミドルで蹴りましたけど、はいはい、ああいうこうサウスポーになった時にどう動くのか、オーソドックスにどう動くのかっていうのがちょっと楽しみですね。ちょっとこれはもう所さん目を離すことができない一戦ですね。そうですね、2人とも強いパンチ打ってるんで、当たったら危ないですね。この、 あの両選手とはこう例えば練習したとか、よく話をするとかそういうことはあります？あ、藤原さんとはスワットとかの会場でちょこちょこ話はするんですけど。じゃあ所さんは、はい、あのこの藤原選手に対してどういう印象を持ってらっしゃるんですか？いやー、まあマッチョはムキムキですよね。そうですね、いつもタンクトップ着てるんで変わってるなとは思ってるんですけど。さっきのアピールですね。いつもタンクトップなんですか？そうですね、基本タンクトップ姿しか見たことないです。筋肉美をねアピールしたというところなんでしょうけども。さあ、その藤原選手が上になっています。これ清水さん、どういう格好なんですか？これは多分藤原選手は寝技を取りに行ってると思うんですけども、はいはい、ブレークにもなってしまったんでどうなるんですかね。もうちょっと続いたら、はい、もしかしたら展開あったかもしれませんが、早めのブレークです。はい、あと杉田選手なんですけども、はい、僕杉田選手の方がよく練習するんで、どちらかというと2人とも知ってる選手なんで、どちらもこう言いづらい部分があるんですよね。はい、じゃあちょっと杉田選手には選手に対してはどういう印象を持ってらっしゃるんですか？そうですね、僕練習で僕の仲間がいつも KO、ま、KO 食らってるんで、はいはい、ヘッドギアつけてるのに失神させるんですよ。すごいですね。空手家ですね。で、僕それ見てるんで、あ、やりたくないなっていうのはよくもう感じてるんですよ。そうですか、はい、両選手ともよく知ってるという、じゃあ清水さんはちょっと見といてください。はい、所さんに代わりに喋っていただきます。所さんはね、はい、どちらともあんまり、因縁とかないでしょ。そうですね、階級も違うんで。ガンガン喋ってください、ね、はい。今のところどうでしょう、所さん見た感じ。いや、ちょっとまだわからないですけど。やっぱ2人ともパンチとか蹴りキレがあるので。ありますね、それはありますね。感心して見てます。3分がもう経過しています。おー、潰しますか。藤原選手が上になってるがようですが、首を捉えています。ちょっとこの前のボディの膝がもしかしたら効いたかもしれないですよね。十字ですか。珍しいですね。お、なかなか藤原選手が一本取りに行くとこってなかなかないんですけど。話によると元グラップラーっていうの聞いたことあるんですけども。お、その辺はどうなんですか、中村さん。まあ、でもアムロックとかすごくこうなんか一発取る強さっていうのはあるので、はい、多分その寝技の中でもこれは得意っていうのは多分あると思いますね。特にこうストライカーの選手が一個そういうのを持っててすごくやりにくいので、はい、なるほどね、そう自分のスタイルを考えてやってる気はしますね。杉田選手はよくこうスイッチを繰り返します。タックルに来ました。これは切られました。残り時間1分。なかなか見ない展開ですね。そうですね、
上で、潰します。さあ所さん、はい、どうです、こういう形上になっている藤原さんにしたらどういうあと動きがあったらいいかなと思います。この後、まあ、くるっと回転して逃げるだとか、そのまま頭を押さえてスタミナ奪ったりとかですかね。でもパワー持ってますからね、そう押さえ込むのとか結構できそうですが、続きます。まあ、多分残り時間のことも考えて変に動くよりも逆にこう杉田選手に動かせてバテさせようっていう感じじゃないですかね。なるほどなるほど。やっぱ結果的にあえてしがみついてる方が疲れますから。杉田選手はあと紹介の VTR でもありましたが、前回ね壮絶に敗れてるんですよね。そうですね。ですから、はい、この試合何としても勝ちたいでしょう。しかもあのスワットで1回2人対戦して、その時も藤原選手が思いっきり KO 勝ちしているので、まあ、リベンジっていうのもありますから ね、 そうですね。ダブルの意味で今日こそは何としても勝ちたい試合と言っていい、一番になったわけです。相当調子良かったですもんね去年。そうですね、杉田選手、そうですね、はい、結構いい感じで、練習してたんですよね。ずっと KO勝ちで来てて、最後の最後だけ負けちゃったって、そんな感じだったんで、はいはいはい、その時のタッグマッチのパートナーが僕です、はい、結構絡んでますね清水さんね。さすが鉄人ですねいろんな人とこう因縁があって、まあ清水さんは皆さんご存知だと思いますが、鉄人とゼストの鉄人と言われています。というのも1ヶ月に1試合ぐらいずっとやってるんですよねそうですね、はい。体大丈夫ですか今。あ、体はなんかもうおかげさまで頑丈みたいで。やっぱり鉄人です。さあ第2ラウンド始まりました。ちょっとやっぱ1ラウンド見てて思ったんですけど、こう杉田選手が手数を出してるんですけど、結構そこに合わされてるんで、ちょっと攻撃が一本調子な感じがあるんで、ちょっと意識して動いた方がいいかもしれないですね、はいはい。こういう細かい膝蹴りとかもいやらしいというか、藤原選手もなんか老快ですね、戦い方が。杉田選手が右差してるようですけど、これ取られてるんでしょうかね。グッとこう反撃みたいな感じで。そうですね、もう膝蹴るんだったらあれでもいいですよね、あの組み技を やらないっていう意識であれば。所さん、こういう、はい、モロ打撃性系の選手と戦うときは何心がけるんですか。やっぱり打ち切りさせてタックル入るとか、はいはい、ですかね。やっぱりちょっと付き合わないとタックルばっかだと読まれてしまうので。でもやっぱり所さんの場合は最終的にグラウンド持ってきたいですよね。そうですね、できれば持ってきたいです。左当たった。これどこにか、いいパンチでした。スコーンと左フックで打ち抜きましたね最後。いやそんなに強く振ったようには見えなかったんですが、いいパンチだったようです。ちょっとその前に右ストレートをまっすぐ伸ばして、それ多分下がったと思うんですよね、はい、そこにこ うまく左フックが合っちゃったんで、タイミングよくこう倒れたって、そういうパンチじゃないですか。いや、所さん唐突に終わりが来ましたね。そうですね、ちょっと喋ってたんでちょっとですよ、ね、びっくりしました今見てましたちゃんと。いや、ちょっとでもそのうちあの VTR が出てくると思いますので、その間清水さんにつないでいただきましょういいパンチでしたよね。そうで、多分杉田選手反応できてなかったように思えるんですけども。あ、出てきます。おお、いや、本当力抜けてていいパンチですよね。こう結構体がっちりしてる選手って、こういうパンチ打つと苦手な選手多いんですけど、はい、本当にこう脱力していいパンチだったと思います、ね、やっぱり力入れればいいっていうもんじゃないんですよね、格闘技ってね、特にこう打撃系の場合はそうなのかもしれません。今日の勝ち方は所さん、はい、藤原さんとしてはいい勝ち方だったでしょうね。そうですね、もう久しぶりの KO 勝利だったんで、これからまたすごいいい試合してもらえるんじゃないでしょうか。期待しましょう